早速始めさせていただきます。お願いします。お願いします。じゃあ篠原さんの、まあ、キャリアとそれから心疾患のことについてもお聞きしたいと思っているんですけど、まず簡単に自己紹介していただけたら、はい、幸いです。東京都出身で篠原ともやっています。よろしくお願いします。お願いします。スピードテックインテンシティ、スピードテックインテンシティ。今現在の活動とかお仕事とかはどうなってるんでしょうか。前のめりっていう会社でアスリート支援とかそういったところを主に行っております。ジェフ千葉で J リーガーになられてっていうことだと思うんですけど、現役に対してみて新しい生活ってどうですか。そうですね、午前中で終わる活動が午後18時過ぎまで机に座ってたりとか業務をするっていうこと自体やったことなかったので、めちゃくちゃ大変。大変です全然違う体力使いますもんね。はい。ご病気のことも後で聞けたらと思うんですけど、日常生活とかその仕事とかにはそんなに支障ないんですか。全然日常生活を送る分には問題はないです。現役引退発表されたのっていつ頃でしたっけ。いつでしたっけリリース出てるのが11月の7日くらい、2013年の11月6日ですかね。シーズン終了前とかでしたよね。はい。結果的にジェフでプレーしたのはどれぐらいの期間だったんですか。在籍というか1年と9ヶ月ぐらいですね。振り返るとその J リーグっていう舞台とか、まあ、ジェフ千葉って入ってみてどうでしたか。ジェフ千葉は本当にスタッフとか社員さん選手全員が本当にいい人で、すごい仲いいって言ったらあれなんですけど、すごい雰囲気も良くて居心地のいい環境ではありました。大卒1年目 その J リーグの舞台というか、トレーニング参加したり試合出たりされたと思うんですけど、そこに飛び込んでみて競技レベルだったりサッカーについてはどうでしたか。競技レベルは明らかにスピードが違うなっていうのを感じていて、もう次見たらもうそばにいるみたいな、そういった感覚があってすごい面白いなって思いました。やっぱ大学時代のそれとはちょっとまたレベルが全然違いましたか。そうですね、大学だとだいたいここに置いとけば次のプレー大丈夫だなっていうのが、ここに置かないともう取られるとか自分のやりたいことができないっていうのを感じました。試合にも1シーズン目ベンチ入りも含めて絡んでいったと思うんですけど、はい、1シーズン目振り返るとなんかどんなシーズンでしたか。入団するのがもう本当に4年の卒業する1ヶ月前とか2月の半ばに契約いただいて、そこからすぐ試合チーム状況とかもいろいろあって出させていただいて、最初は本当にいい感じで動けてたんですけど、そこからメンバー入れなくなって、少ししたらその心臓の発作が出てしまって、そこからはもうちょっと悔しい思いをしたシーズンになりました、うん、シーズン目の途中からもうそういった状態になっていったってことだったんですね、はい、なるほど。実際にこう自覚したというか発症したタイミングってどれぐらいの時期だったんですか。中学1年生の時に健康診断を行った時に、その心電図の項目で引っかかって検査した方がいいっていうので病院行ったら、そうですね、そのもともと病気を持っていたっていうのが分かった感じです。うん、当時はこう体感したりとか自覚はそんなになかったんですか。そうですね、そういうことが起こるっていう説明されて、そこからあ、これはそれだったのかみたいな感じのあったんですけど、うん、中学校のその時はバリバリサッカー少年でサッカーやってた感じですもんね。はい、競技に少し支障が出たりとかし始めたのってどれぐらいのタイミングなんですか。でもその日常生活で出ることは時々あったんですけど、サッカー中に出るっていうのは今まで全くなくて支障がなかったので、先生からも全然競技は続けて大丈夫っていう診断を受けてたんで、そこは問題なかった、うん、その競技中とか、まあ、トレーニングだとかに支障で始めたのは結構最近っていうことなんですか。そうですね、大学生ぐらい
の時に練習中にそういうの出たりとかはあったので、年齢が上に行くにつれてちょっと感じるようになりました、うん、お話しいただける範囲でどんな症状が出たり、はい、心拍数が何もしてない状態でも極度に上がっちゃって、うん、それが落ち着くまでに時間が少しかかるとか、うん、落ち着かないのが続くっていう症状がありました、うん、そういう状態だとなかなかプレーはできないですもんね。ご質問が正しいかわからないんですけど、他の選手はそういう疾患とかない状態でやってる選手の方がまあ多いと思うんですけど、自分がそういうのを抱えているっていうことに対して思うことってありましたか？いや、全然もう競技はできてたんで、うん、そこら辺は何も思ってなかったです、うん、昨年の6月に手術をされたんですよね。手術するっていうのはまた一つ大きなことだと思うんですけど、どういう流れで手術に至ったのかお聞かせいただけますか？もともと大学の時とかにその足首手術とかした時に、その心臓の方もその手術はしといた方がいいよっていうのを病院の先生から言われてたんですけど、やっぱり休む期間が長くなっちゃうから、それだと良くないっていうので、自分が大丈夫ですって断ってて、それでプロ入って4月の終わりか5月の頭ぐらいに練習中にその発作が2日連続続けて出てしまって、それでそれをそのスタッフに話して、じゃあちょっとそれは一回調べた方がいいねっていうので病院に行って手術をするということになりました。その時は前向きなというか、復帰してプレーするための手術だったわけですね。はい、最初に聞いてた時よりも早く復帰できるっていう話を聞いてたんで、じゃあもう早くやってすぐ復帰できるようにしようっていう思いで手術を受けました、うん、結果的にはご引退することにはなりましたけど、その手術後のこう経過とかリハビリとかってどんな感じだったんですか？はい、最初1週間2週間ぐらいで動き始めて、3週間ぐらいでは部分合流できるって言われてたのが、ちょっと手術で結構出血をして、ここにカテーテルを刺したんですけど、そこでもう溜まっちゃって1週間ちょっとぐらいも動けなくなってしまって、そこからのリハビリをして、で、まあ、1ヶ月ちょっとで復帰はしたんですけどっていう感じですね、うん、復帰した時には手術前とかと比べても自分の状態で感じる部分ってありました？最初はやっぱり手術後だから体はやっぱりもうなまっちゃってて、バリバリ元の状態になるにはまあ2ヶ月ぐらいなのかなって自分でも思ったりしてやってたんですけど、2ヶ月経っても全然走れるようにならないっていうか、元の感覚に戻らないっていうので、そこからちょっと悩み始めて、9月ぐらいに1回そのメディカルスタッフに相談して、そこから治療っていうか改善に向けて動き始めたっていう感じです。良くならなかったのって何かどういうあれなんですかね、はい、分かってる範囲。最初はもともと血液の方もあまり数値が良くなかったので、はい、どっちが原因じゃないかっていう、そのもう心臓、その後やっぱり検査しても全然異常が見つからなくて、その症状もないからっていうので、そこから血液の治療を始めました。それをやって、まあ、リハビリもその治療とかもしながら、はい、まあ、でも結局最終的にはこうトップパフォーマンスというか、そこには戻せなかったっていうことだったんですが、はい、最終的にこう引退するって決断したタイミングとか、まあ、直接的なきっかけとかって何だったんですか？さっき言ったその血液の治療で良くなるのかなと思ったんですけど、結構な量の薬を飲んでも全然数値が変わらないので、それでちょっとやっぱり血液じゃなくて心臓の方に問題があるんじゃないかっていうので、検査を全てやっても異常が見られなかったので、異常がないけど、まあ、続けるのも無理なのかなって思った時に、そのセカンドオピニオンを受けてみるっていうメディカルスタッフから提案いただいて、中学から1年検診で見てもらった先生に見てもらって、それでその可能性の話をされて、うん、まあ、納得したっていうか、まあ、納得しなきゃいけないかなっていう感じになりました、うん、受け入れてこう今前に進まれ始めてると思うんですけど、その時の感情っていうか気持ちって、 どんな気持ちでしたか？
8月の半ばぐらいにセカンドオピニオン行かせてもらって、もう7月とか6月7月ぐらいからもうちょっと心も折れかけてるっていうか、諦めかけてて、まあでもその話をされてそれならしょうがないのかなっていう、うん、そうですね、妙に納得したっていうか、うん、感じでした。ずっと見てくださってた方だからっていうのもあるかもしれないです、はい、現役の引退のリリースが11月の頭に出ましたけど、はい、世の中にこうボンと伝わった時に、なんかその時はどんな心境になりましたか？最初はもう本当にシーズン終わってからのリリースでいいってチームには伝えてたんですけど、チームがその一人の選手の大きな決断だから、そういうのはしっかり知らせた方がいいっていうありがたい話をいただいて、で出して、結構 DM とか LINE とか元チームメイトとかからはすごい来て、心配されましたね。そうですよね。篠原さん そのサッカー人生をもうちょっと時間軸戻してお聞きしたいと思うんですけど、サッカーでこう何でしょう、頭角を現したり目立つような存在になっていたのっていつぐらいからなんですか？世代別とかは全く入ったことなくて、はい、頭角も別に表したとかは全くない気がします。はい、どんなところでサッカーしてこられたんですか？小学校がフロック SC っていう澤さんとか中村健吾さんのいた府中にあるチームでやって、そのまま中学はそのチームからその上のジュニアユースに上がって、はい、そこから関東第一に入って東洋カモに入りました。うん、所属先だけで行くと、もちろん名門というか強豪にずっといらっしゃると思うんですけど、その中ですごい目立つとか、まあ、そういうさっきおっしゃった代表入るとかっていうのはそんななかったっていうことなんですか？そうですね、その集団の中では常に一番目指しながらやってはいたんですけど、うん、代表とかそういう選抜とかは全然なかったです。全国とか、はい、そういったご注目される舞台には出られてたりしたんですか？高校2年生の時に夏のインターハイ出場して、で選手権初出場して、はい、で自分の代の時も夏のインターハイと選手権に出場したっていう感じです。めちゃくちゃすごいですね。それだけでも、まあ、東京を勝ち抜くのってすごい大変だと思いますし、じゃあそういった高校時代の活躍もあって、その時ってまあいろんな選択肢あると思うんですけど、まあ、プロからお話があったかなかったかとか、東洋横浜大学を選ばれた理由とか、その進路のところも少しお聞かせいただいてもいいですか？高卒でプロサッカー選手を目指してやってたんですけど、結局声はかかわらずで、大学進学どうしようかってなってた時に怪我をしていて、どこも練習参加とかセレクションに行くことができなくて困ってた時に、東洋横浜の八代さんと安崎さんが声をかけてくださって、全然練習とかしなくていいからうちに来ていいよっていうありがたいお話をいただいて、もうすぐ行かせていただきますっていう判断をしました。それはどこかでプレーを見られてたりとかスカウティングがあってっていうことだったんですか？多分選手権を見てたみたいな感じの話はしたので、多分その時だと思います。東洋横浜大学のサッカー部は今はかなり強豪だと思いますけど、当時入られた時はどんな状態だったんですか？自分が入学した年はあまりそのいい成績ではなかったんですけど、その次の代伊坂善員くんとか真鍋光さんとかの年にインカレで準優勝して、そこからすごい強いっていう多分印象がつき始めたんだと思います。篠原さんの大学サッカー生活でいくと、どれぐらいからこうチームというか試合に絡んでいって、まあ、プロになられるっていうことは結構そこでも結果とか、まあ、目立った状態だったと思うんですけど、大学サッカーでこう結果を残し始めたタイミングとか出られるようになったのはどれぐらいからなんですか？試合に出させていただけるようになったのは大学の2年生からで、2年生の最後に伝送の関東 Bに入って、でその結局大会はコロナで中止になってしまって、でその後3年生の時は3年の最後で怪我をしてしまって、選抜とかは怪我で入れなかったっていう感じですね。ジェフに入る時に2月ぐらいでしたっけ、契約したのが、はい、っていうことでしたけど、大学からその先のステージに上がる時に、まあ、他のクラブからそういう声があったかなかったとか、あとまあジェフにこう入る
また経緯とか、入りのところも少しお聞かせいただいてもいいですか。はい、どこかチームに誘われるっていうのは全くなくて、むしろこっちから練習参加行かせてくださいっていうお願いをして2チームぐらい参加したんですけど、結局落とされて、結果残してどうにかどこかに引っかかろうって思ってたんですけど、結局リーグ戦でも成績全然残せてなかったので、インカレも出場することができず、それでもうサッカーやるかやめないか、就職活動しようかっていうところでずっと考えてて、サッカーはもういいかなって思ってた時に、あのジェフのスカウトの斉藤さんから大学の監督に連絡があって、どう考えてるのかみたいな話された時に、もううまくサッカーは続ける気はなくなってきてるらしいですよって話をしたら、これはもったいないから1月にジェフがキャンプあるからそこで最後やってみないっていうありがたい話をいただいて、じゃあ最後そこに行って納得するまでやってやろうっていう思いでキャンプに参加しました、うん、そこで、まあ、ある意味勝ち取ったわけですね、その契約、まあ、そうですね、最初は千葉のそのクラブハウスのところで2週間ぐらい練習してから沖縄に行く予定で、したら全く本当に全然ダメで、もう俺もダメだなって思ってたらそのチームでコロナが蔓延してしまって、それでありがたいことに沖縄に連れてってもらえて、もうこれ本当にやんないとダメだなっていうのでやって、そしたら入団させていただけたっていう感じですね。運もタイミングも縁もあってっていう感じですね、はい。現役引退されましたけど、プロで在籍できた1年半ぐらいとかですかね、改めて振り返っていただくと、自分のサッカー人生、こんなだったなっていうのはどうですか。21年ぐらいサッカーやってきて、プロの2年間が本当に一番、いろんなことがありすぎて、でもすごい自分にとって財産っていうか、いい経験できたなっていう思いですね。ちょっと難しい質問かもしれないんですけど、篠原さんのような境遇になる選手とか人ってそんなに多くないと思うんですけど、まあ、そうなったからこそ感じたこととか、まあ、逆に得たものとか、何かこうポジティブに捉えると何かあったりしますか。競技を継続するとか、アスリートをすごい応援したくなったなっていう、その競技を続けられるのであれば続けてほしいなっていうのを思って、今そのアスリートの学生とか働きながら競技継続するって人を支援したいなと思って、前のメディアそれをできる会社っていうので働いてます。具体的にはどんな仕事内容をされてるんですか。今はその集客っていうか、学生さんに挨拶しに行って就職活動のサポートとかキャリアの相談サポートを主に行っております。今だから引退されて11月のリリースから考えるとそんな経ってないですね。3ヶ月ぐらい、はい、まだこう今整理されたり、まあ、これからどうしようとか考えてるタイミングだと思うんですけど、なんか今後の人生とかキャリアこうしていきたいっていうか、見えてる範囲であればぜひ教えていただきたい。やっぱりサッカーで悔しい思いをした分、次はそのビジネスの世界で本気でその上を目指して行っていきたいなっていう思いはあるんですけど、明確なちょっとまだビジョンとかは考えられてないですね。最後にその応援してくださってたファンサポーターとか関係者の皆さんへメッセージをお願いしますで締めようと思ってるんですけど、はい、なんか話し足りないこととかありますか。でファンサポーターの方たちがあんなにテセロムにやってもらった時に横断幕とか自分の応援ソング高校の時のちゃんとどっかから引っ張り出してそれをスタジアム全体でやってもらったりとか、そういったところを本当にファンサポーターの方たちには伝えられてなかったので、本当にありがとうございますと伝えたいですね。そんな経験ってなかなか普通はないですよね。そうですね、してもらえないので、もう自由に関わる全ての人々が本当にすごいっていうか温かい人なので、自由に帰って本当に良かったなって思います。ありがとうございます。はい、今まで応援本当にありがとうございました。とジェフで培った、黄色い情熱を持ってこれからも頑張って過ごしていきます。ありがとうございました。